今回の文化施設へ行こうは金沢能楽美術館を紹介します。金沢能楽美術館は金沢の無形文化財に指定された加賀宝鐘に伝わる貴重な能面や能装束を収蔵展示する場所として、また世界で唯一能楽を専門にした美術館として2006年に開館しました。場所は広坂、かつて舞台である金沢能楽堂が建っていたゆかりの場所です。今は椎の木迎賓館の向かい側、21世紀美術館の横に位置しています。江戸時代、藩主前田家のお殿様は幕府との外交政策として能楽を習いました。熱中したお殿様もいて、自ら主役を演じる舞台の共演者として、プロ以外にもお細工所の工芸職人や庶民出身の町役者を起用したことで加賀宝鐘の地盤が整いました。能五流の一つ宝鐘流の15代目である宝鐘施設が隠居後金沢に移って以降、加賀宝鐘と書物に記されるようになります。明治維新でお殿様たち支援者を失い、一旦は衰退しますが、加賀宝鐘中興の祖と言われる商人佐野吉之助をはじめ、能楽を愛好した市民の尽力により今日まで続いています。施設内ではどんなものが見られますか？能楽の舞台で使用するものを中心に展示しています。特に能で使用する道具、能面、仮面ですね、能装束、衣装のことですはコレクションの根幹です。曜日限定でその能面と能装束を着装できる体験を行っています。能は世界最古のミュージカルと評されます。8世紀に大陸から伝来してきた芸をもとに、室町時代の役者世阿弥がスタイルを確立しました。同じ舞台で上演するお笑いの狂言と合わせて、能楽は700年経った現在も上演されています。タイムスリップした気持ちでご覧いただき、当館へもお立ち寄りいただければと思います。金沢能楽美術館に関するお問い合わせはこちらまで。